個人の私的な行為ですから、このことが外交的な懸念を示されることにはつながらないというふうには思っています。またそういう懸念の声が上がるとするならば、それには政府としてきちんと説明していく必要がある、このように思っています。だんだん風化して忘れられていくからね、それを歯止めしなきゃいけんじゃないかと思うんだがね。時代もいろいろ変わっているので、それに合わせて日本が決めていくということであれば、それは従うということになるのかなとは思いますが、なるべく戦争にはならないようにとは思っております。